やっちゃうよ、大事なですので、今日もやっていくんですけど、今日はねこれやっていきたいと思います。で、今トロ、はい、6469ということで今日は展開いってるんですけど、昨日の動画でね、昨日の動画撮り終わった後にピピピュってやって展開いったんですけど、まあデッキちょっと変わってますね。多分確かユーノとサンガゴが入ってたんですよ、昨日のデッキに。なんですけど、ユーノとサンガゴが雪玉と、コウモに変わってますね。で、今この方の方がちょっと流行ってて、まあ、理由は結構高回転になってるから、バルーンが入ってきた時に、結構回転も合わせれるし強い。これだと2周目インドラ回せるので、大型にはめっぽう強くなる。で、ペッカも、アイゴレとか2周目もあるんで、防衛に使ってから回ってきたアイゴレで、なんだろう、最初ケツ出しアイゴレでペッカとかに合わせて出して時間稼いで2周目アイゴレで逆に釣ったりできるんで、ペッカにも結構勝てるようになったですね。昨日の動画でペッカに負けちゃったんですけど、まあそん結構いい感じでいけてるんで、まあマルチ2000ぐらいいきたいと思います。2000ぐらいやって、まあ65いきたいと思います。ということでいきましょう。マッチング時間ねちょっと長いんですけども、そうなんですよね。さっき俺なんだろう、解説を入れながら、てんこ盛りでね、結構22、3分の動画をね、作ったんですよね。その中で動画一生いっぱいで、で、しかも、前の試合2つぐらいをね、解説して、結構いい内容だったんですけど、パソコンの方の動画が実写撮ってて、それがボツになっちゃったんですよね。で、ちゃんと実写撮ってるから、ゲーム画面が出るように、こっちゲーム画面出してね、マイクオフでやってたんで、声も入ってなくて、しゃーなしでボツになっちゃったんでね、今日はちょっとゲーム画面だけでいきたいと思います。ちょっとね、またボツになったらね、俺のメンタルが持たないんで、とりあえずこれでね、まあ、さっきは1勝いっぱいあったんで、今回2勝したいなと思ってますね。なかなかそんでマッチングしないんですけどね。まあ言うて今グロ40ぐらいなんで、あと30ぐらい取らあげたら、まあ20位ぐらいになるんじゃないかなと思っています。まあそうですね、今シーズン結構ね、環境が、でもてんちゃんがさっき、なんかバルーンでね、あいつヒューヒューヒューって展開があってたんですけど、やっぱりなんだろう、ラムがちょっと増えてきて、しかも、俺が前使ってた有能サンガゴだったら、回転が間に合わないっていう事件が発生するんで、ワンチャンバルーンに負けるんですよ。だけどこれだと、ニコスが4枚入ってるんで、そう、だから、絶対に、うわ、KK だ。これはもうサムネ行きだな、間違いなく。おいしょ。まあペッカですね、これ。ケツペッカかな、分かってる人だったら多分ケツペッカをすると。今のちょっとアド取られたんで、俺おそらくケツペッカかな。え、え、待って、ガゴでしょ、腹小屋か。なんか拾えるかな、言うのかな。はい、遅延でワンチャン工場コウモリとか来そうだな。それか工場からのラム、ラムだったら先に出しちゃダメなはずだけど、分かってらっしゃるのかな。そう、ラムって基本的にやっぱ先に出した方が負けちゃうんですよね。よいしょ。おい、出るんかい。やばいやばいと言いつつも、やばい、これタルババだけで守られる。まずい。おや、もう一発いこう。いこうぜ。ワンチャンラムつけられたらめんどくさいな。はい、ラムババゴや。なんだそのデッキ、俺わかんねえ。未知との遭遇。でも多分だけど空がなさめなんで、これしかないんですよ多分。いたわバリバリ空いた。なるほど。これはじゃあちょっと待って、
まず最悪最悪最悪、あー終わった、しかもめり込んでねえし、うわーボロ負けした、ボロ負けした、泣けるわ。これどうやったら勝ちたかな、これ。ラム先出しされたけど負けたな。あれはちゃんと守って俺がカウンターしなきゃいけないんだけど、防衛が下手でしたね非常に。いや泣けるわこれ、泣ける話。いきます、ワンチャン参戦、ワンチャン参戦いける、これワンチャン参戦、ワンチャン参戦いきます。くそくそ、マジか、かー、ロイジャンやめたんかな、環境がめっちゃ変わってますね。そうそうそう、さっき多分話の途中で終わっちゃったんですけど、テンゴットがめっちゃ調子よく展開いった。あ、ハビス、これロイジャイだ。あ、てか昨日のあれじゃん、動画でもいた、ハビス、ハビス2か3か分かんないけど、テンゴットがね、ラム多すぎだよーっつってね、すげえもう泣いてましたね。すぐあいつメンヘラになるんで、もうラム多すぎだよって言ってました。なるほど、ああそういうこと、よいしょ、はい、来ると思った。いやーおつらい、いやーおつらい、それはおつらい、全部いきます雪玉で、よいしょ、いい雪玉強い OP。そう、本当はアイゴレだけじゃ守りたかったんですけど、ベビドラがいるんで、アイゴレをやっぱ温存したいんですよね。そうそうそう。エリアと同じだったらインドルできちゃっていいんですけど、取られてるかトントンかなんで、ちゃんとアイゴレで受けていきたいですね。はいはい。よいしょ。ポイズン当てていく。OK、先頭当たってますね。これでエレキがいるんで、やばい、さてはやってもうてる、ロイジャイ切ったんで、マジ当たんの、当たんのかそれ、うわー終わったー、待ってもう、マジか、またマルチ負ける、俺負けてしかねえよ、いやマジか、あれエレキ温存できるからいいかなと思ったんですけどね、ダメだったな。エレキあっちに使わして、それでロイジャイを守ろうかなと思ったんですけど、普通に突破されましたね。あうわわ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 、マジか、ちょっと待って、ラストいきます、ラストラスト速攻でいきます、秒でいきます、もう、うわーマジかよ、くっそ悔しい、5500行く予定だったのに、ちょしょって行く予定だったのにな。いやー改善点なんだろう今のは、ロイジャイを予測しなければならなかったので、あーオーブンを後ろに置くんだな、ラム相手だと、なんでだろう、なんでかわかんないけど、呪文使わせてみたいな感じなのかな。そこで俺が多分ラムを使っちゃうと守られてロイジャーになっちゃったんですよね、さっき。それで結露になって逆サイ攻めて
端前か、一回端前行かれてなったんで、多分ロームをね先に切っちゃいけなかったんですよね。適当にラム行きたくなってもやっぱ抑えるべきだった。ちゃんと甘かったです僕が、ごめんなさい。待って、まだ行けます、まだ参ります。マッチングしね、これ長い時だいたいめちゃくちゃ上引くかめちゃくちゃ下引くんで、めちゃくちゃ上引いたらうまいやつ、めちゃくちゃ下引いたら大トロ持ってかれるっていう、ネガティブ思考。いきます。超同じぐらいです。あ、このね催眠みたいなですね、あれだったな、迫撃だよね、分かってんだろ多分ね、デッキ分かってる動きですねこれは。初手ケツアウトローする迫撃使いとか見たことない。まあ、それでも勝っていく男。ザップ来たら受けるなこれ。来ると思った。いやーマジか。これはいいか。迫撃受けがなくなっちゃうから、アイゴロンゾーンはめっちゃ大事ですね。迫撃相手に。これは同サイでいいかな。多分このタイミングでコウモリが来る。コウモリが来る。来ねんかい。嘘でしょ。いや待て。これはいける。さては沼プレイがあまりよろしくない説がある。相手の。いや俺の方が削ってる。どうしようかな、ちょっと長くなりそうではある。まあ、落ち着け俺。これは前攻め迫撃かな、だよね。でコウモリ切らなかったんで、多分このタイミングでぴょぴょってコウモリが出ると思うんですよね。マザイ、あーランバーでよかった。ワンチャン。オッケー。なるほど。それは先行させて、これ多分吹き矢で守ってくると思うんで。いいんだかな。よいしょ。これで。いやーどっちが勝つか分かんないなこれ。ワンチャンガゴ群れ。マジかだる。やばい、これ多分迫撃をかないか。嘘でしょ、なんで入ってんの今。嘘でしょ、なんで
ちょっと待って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 、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。